こんにちは。お久しぶりです。シグマです。ねえ、もうちょっとずいぶん長い間、間が空いちゃったんだけれども、えー、これからまた改めて始めたいと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、何から話そうかなと思ったんだけど、最近考えていることから、ちょっと順番に話してみようかなと思います。まあ、人間ってさ、 社会を作る生き物だよね。猿とか狼とかは、まあ、群れを作っているけれど、群れと社会っていうのはイコールじゃないので、むしろアリとかハチ、えー、とか、まあ、そういう昆虫たちは非常に高度な社会を構成してるよね。人間もかなり高度だけれども、 価値とかあり立ちっていうのは本能的にどういう構造にしたらいいのかどういう役割があるのかっていうことがもう決まっているし非常に緻密な分担がもう出来上がっているのでそれをまあ何千年万万年も繰り返しているわけだけども我々人間の社会っていうのは非常に複雑だけれども本能的に再現しているわけではないから絶えず移り変わっていくし、うん ね、国や地域によっても、こう、変わっ、違うわけだよね。うん。そういう意味では、当然、こう、絶対的な社会っていうのは、絶対的に正しい社会っていうのは、こう、固定されないわけで、絶えず、こう、変化し続けているような、そういう社会を構成しているというのが前提として人間にはあるよね。でも、まあ、家族、家族とか、 友達とかそういったこう少数であってもそれは社会と小さな社会なんだけど社会として社会と呼ぶわけだよね社会的なものなんだがでも当然我々は社会と聞いた時に友達とか家族を思い出すっていうよりももっと広いものを思い出すよねというのは特に俺たちはあのまあ産業革命農業革命以降にいるわけで 大量生産して大量消費してマスコミがあって、そういう大衆社会っていうのを我々は社会とイメージで呼んでるんじゃないのか。小さな社会も小さな関係性もあるんだけど、今はね、ソーシャルネットワークサービス、まさにソーシャルな社会的なこうネットワーク、そういうものの出現やまあインターネットやまあ数々の 思いをって大衆社会に直結してしまって一気にダンバースを飛び越えてもう把握しきれないぐらいの世界と自分を相対化するようになってしまったとこれはもう本当に避けがたい現実で今度その大衆社会の中での指針は何か基準は何かで自己評価をしたり自分の価値をあの考えてしまったりする その社会的に大衆社会にとっての価値と自分の価値っていうのをこう同一してしまっていると。で、その結果というかどっちが先かわからないけれども小さな社会っていうのはほぼ消滅してしまったと言えるんじゃないか。例えば、まあ現代生きる私たちが心から素直に何でも話せる人。 本当に困った時に、ごめん、ちょっと今助けてくんないかな、来てくれないかなって時に、気持ちよく分かった、行くよって、来てくれる人。そんな友達、一体何人いるだろうか今だけじゃなくて、一生涯の中で一体何人いるだろうか私たちは同じ言葉を喋る人たちだって、いっぱい日本にいる。たくさんの人と出会っている。 出会うというのは、一緒にならなくても、道端でも全部含めて、これだけのたくさんの人がいて、これだけ長い時間があって、一体何人の人と本当に心を交わし、助け合いながら生きているのかって振り返るとさ、なかなか少ないじゃないそれがますますさ、大衆社会に直結する現代は、 うん、自分の価値とか居場所っていうのを、絶えず大衆社会の指標の中に求めてしまっているっていうことに、まず気がつかなきゃなって思う、うん。でもさ、この社会っていうのが人間にとって全てではないんだよ。社会を作って生きるのが人間だけど、我々の生きているこの命の中、命っていうのはさ、 酸素吸って、太陽浴びて、風が吹いたり、雨が降ったり、お水飲んだり、星があったり、海があったり、鳥が飛んでたりさ、命が生きているこの世界っていうのはさ、それぞれが話し合ってるわけじゃないけど、大きなシステムの中で共存し合いながら、確かにこの地球という惑星の中で生きてるじゃない。 で、その中を曲がりして、人間が、まあ、社会っていうのを作ってる。わけだよね。だってそれ以外のものはさ、人間社会に属してないじゃない。海やさ、風やさ、太陽や、鳥や花なんて人間社会に属してないじゃん。むしろ人間がそっち側に属しているわけで、あの、じゃあお前ら自然に帰に出てけと。文明社会の文句言うな。 っていうふうに言う人いるかもしれないけど、いや、文明社会自体がその自然界の中を曲がりしているわけ。我々はね。でもなんか大衆社会でどんどん大きくなり、いつも大衆社会の中に自分たちをこう投影し、またその中で自分の価値を見ている限り、まあいつの間にかまあ悪い支配者として、世界に対してもまた自分自身をもま支配してしまっている。 ね。でもこれは、あの、自然回帰をしましょうっていう話でもないのよ。うん。あの、帰るべき自然なんてもうないからあ、そう言い方するとちょっと問題あるか。あの、社会は、あの、安全じゃないから自然に戻りましょうなんていう話じゃなくて、我々も社会を作る生き物なんだと。ね。あの文明を否定して、いごと言って、あの、 自分たちだけ自然界に帰っても、それは、こちらで人間社会が回っててくれるから、文明社会が回っててくれるから、あの、自然の中で生きるっていう選択肢もあるわけだからね。そうじゃなくて、こう、社会って壊したり文句言ったり、もしくは逃げ出す場所でもなくて、あの、まあ、変わりゆくものなんだよね。だから課題評価しすぎないっていうこと、絶対ししないっていうことが、重要だと思う。うん。 自分の命までも社会に預けないってこと。自分のましてや価値とかさ、生きてるってことをさ、社会の基準なんかに預ける必要はないよ。だって命ってそっち側に属してないから。うん。だって自分たちの体ってさ、別に社会的なシステムじゃないからね。うん。その上で、まあ、人間は、うん、世界、自然界の中に曲がりして、人間、社会を作っていて、 それは絶対的なものではないと。アリとかハチはもう初めからある種絶対的な完成形のものを持ってるけど、人間っていうのはもう本当に10年、20年でもどんどん変わっていく。地域によっても全然違ってくると。まあそんなものなので、それをこう、ね絶対視したりすることはないでしょう。うん。例えばさ、こう、自分もね、 自分が小学校とか子供の頃見てたテレビコマーシャルを今 YouTube とかで見るとすごい懐かしいしさすごい古臭いじゃんそんなまあ子供時代じゃなくても iPhone のさ一番最初のやつとかも今見るとすごいね古く見えるよねそれと同じようにさその時は最先端って思うんだけど絶対後から見れば古いわけじゃん 新しいパソコンのさ、発表会とかでね、あの、これは私たちが今までで作った最高のノートブックです、みたいに言うんだけど、それは当たり前じゃん新製品なんだから。だけど、その時って、おお、これが最高のだって思うよね。我々は DNA 解析も終わった。AI を作り出したってさ、なんか、それがもう最先端で我々はいろんなものを克服してここにいるのだって思うけど、 絶対未来から見れば、知ったかぶりしてて、すげえ格好悪くて、ダッサいじゃん。でもまあ、過去をさ、ダサいと思えるってことは、それだけ進歩してるってことだから、まあそういうもんだよね。うん。自分が前撮ったものとかも自分見返せないしさ、今こうやって喋ってるものだって、未来から見ればさ、古臭いわけじゃん。 まあでも、それってこう変化していくわけだから、あんまりその今の自分のいる社会とか、今の自分がどう評価されてるかとか、自分自身を、の基準だったりとか、そういったものもさ、必ず、変わっていくから、更新されていくものだから、そこにしがみついてても、いくらそれをあの価値あるものだって言ってても、 急に社会から捨てられちゃうことっていっぱいあるから。ちょっと事故したり、やけどしたり、休んだり、なんか失敗したりした時に何かをきっかけに、あれなんか居場所なくなっちゃったなってことって、簡単に起きるから、そんなものに、あの、命を全部かけてはいけないよ。うん。ね。こう、絶えずそこはさ、移り変わっていくものだから、 絶対正しいものっていうのはないから、すべてを預けないで。むしろ命っていうのはもっと大きなものに属しているからね。あなたの宝のあるところにね、あなたの心もあるっていう言葉があるんだけど、その宝をさ、そんな移り変わりゆくものの中にすべて置いてはいけないよ。ましてや今小さな社会がね、見失われなくなり、 大きなものだけしかないわけだから。例えばほら、子供の頃ね、クラスの中で仲間外れにされたりいじめられたりしたらさ、もう絶望じゃないもう子供にとってクラスって、学校のクラスって、もう社会、世界そのものだから、ね、そこから拒絶されるってもう世界から拒絶されると同じだよね。 でも、当然大人になれば、そんなことなくて、学校の外とかで一人でも仲良い,い子できれば、また変わってくるわけじゃない。感じ方って。ね、同じように今の、この、大衆社会の中で、自分たちが居場所がないとか、必要とされてないとか、大したポジションにいないとか、 そういうふうに思ってしまったら、人生がクソゲーだなって思うし、ねあの、もう生きてる意味もないのかなと。自分の価値ってないのかなって思ってしまったりするじゃん。でもそれも、あの、逆に社会を過信しすぎてる、過剰評価しすぎてるんだと思うんだよ。 うん、社会が絶対だ、素晴らしい。みんなこの今の社会のルールに従、ルールに、基準に従って頑張っていこうっていうのも過信だし、絶望しすぎてしまうっていうのも、あの、大げさにしすぎだと思う。うん、そうすると、絶えず不完全であるはずと、今の社会から悪い影響をダイレクトにこう、受けてしまうじゃん。それも苦しいよ。絶対苦しいよ。 って変わりゆくものなんだもん、ね、でも本当にさこう人間にとって大切なものって千年後も千年前も二千年前も変わらないんだよ。うん命の木からはぐれて迷い出て迷子になってる我々だけれどもねちょっとこう立ち返ってね あ、でももっと大きな世界の中に自分は生きてるぞと、うん。自分の体ってむしろそっち側の仲間だぞって思うとさ、いろいろ仲間あるから、自然を見れば。うん、で、その上でね、あの、例えばさ、うん、なんだろうな、今流行っているものに興味がなくても構わないじゃん。 今テレビでやってるものが全部つまらないと思っても、俺今流行ってるもの全然好きじゃない、今流行ってるテレビ番組どれも好きじゃない、生きてる意味ない、死のうとかさ、思うことないじゃん。だって、それは今やってるものは多くの人が好きで見てるものかもしれないけど、自分は別にそれを好きじゃなくても、それをぶっ壊すこともないし、ただ見ないで、俺はま好きじゃないなって思って好きなことやってればいいわけじゃん。 そうだから課題評価しちゃうと今流行りのものについていけないと自分じゃメなのかなって思うことと同じになっちゃうからちょっとおかしなことだよね。うん、むしろこうなんだろうな文化祭というか、うん、マ,ルマルシェ 市場というかね、そんな感じで、あの、まあ、いろんな出店してて、あの、すごいそれを張り切って、今、ノリノリでやれてる人、調子に乗れてる人もいれば、ああ調子に乗ってんな。あ,あ悪い意味じゃないよ。調子に乗れてて面白いなと思って見ればいいし、まあ、調子に乗れてなくても、だったらま、ちょっと端っこの方で座ってようかとか、ちょっとたこ焼き焼き買いに行こうかとかね。じゃちょっとちっちゃなもんだけ売って、お店で出店してみようかとかさ。 ね、そんな感じで、あの、見ていれば、敵対することもなく、振り回されることもなく、それほど大きなね、価値をね、命を預けちゃうまで、自分の価値までを預けちゃうようなもの、変わりゆくものにね、気がついた方がいいよね。社会の敵になる必要もないし、うん。ね。で、 じゃあそれより良くしていくってことを考えると、まあ、より良くなっていくもんだって考えるとさ、新しさっていうのは、まあ、その中央にはないんじゃないかなと。すでに流行ってるもんの,の中に新しさはないように、新しさって外にあると思うから、だから今、虚しく感じてる人、疎外感を感じてる人、必要とされていないんだと。居場所なんかないな、いまいちないな。 あるけど虚しいなっていう人の中にこそ新しさがあるんだよ。希望があるんだよ。ねえ。そう思わない心の貧しいものは幸いです。悲しんでいるものは幸いです。とあるように。私はね、やっぱね、今疲れてない人は信じられないって思って。うん。 乗ってる人は乗ってる人でいいと思う。ね乗ってけと思うんだけど、今、疲れてるっていう人の中にね、むしろ希望を感じるし、むしろそこに信頼感が生まれる。もう無気力だと。やる気が出ないと。まあ、歳をとってやる気が出なくなったのか、ホルモンバランスなのか、若いのにやる気がないのか、ね夢中になれないのか。 なんか損してるような、これじゃいけないような気持ちもするかもしれないけど、やっぱキーワードだね。やる気がないとか疲れてるっていうことは。何のキーワードかっていうのは、新しさのキーワードだと思ってる。最近のニュースでさ、あの、アマゾンに住む先住民族のね、マルボ族っていうところに、まあ、スターリンクとかで Wi-Fi が通ってインターネットができるようになったんだって。まあ便利にはなったんだけど、その結果若者たちが、 コロナとか SNS に夢中になっちゃって、働かなくなっちゃって、勉強しなくなっちゃったっていうニュースが最近あったのね。ああ、なるほどなと、当然だよね。だから今、古き良き世界とか、自然との調和してる社会とか、そういったものがあるかもしれない。まだ残ってるかもしれない。でも、そういう国でも、この大衆社会の中から、練りに練れられた、 産物。それらの誘惑に、勝てないでしょうね。大人は踏みとどまれる。古き良きものに。でも子供や若い世代は絶対持ってかれるよね。それくらい強力だよね。人間のなんか本心にこう、こう、つながるような、パワーを持ってるよね。 誘惑には、誘惑というかな、その、誘惑というとちょっと悪いものだけを想像しちゃうけど、決してそれらをね、SNS とネットワークは悪いものだって言ってるわけじゃないけど、そこが持ってる強烈なさ、力っていうのに持ってかれちゃうんだよ。今、まだ残っている良い世界や、あ、こういうふうに過ごせればいいのにな、なんていうのは、軽くさらわれていくんで、そう考えると、今、そういうの見ても、 そんな SNS も夢中にならないし、まあ YouTube 見るけど、そんなハマるもんないし、まあゲームもそんなに前ほど好きじゃないし、みたいなね。ある意味で影響を受けないわけだよ。もう無気力になっちゃってるわけ。で、それはもう何週か回った最先端にいるとも言えるんで、今疲れてる人、やる気が出ない人っていうのは、これからそれらに誘惑されていく、古き良きものを持ってる人よりも、 最先端にいると。そしてその疲れてる、今あるものに満足できないからこそ、その中には、本当に新しい社会にとって必要なものが含まれているはずだと。変わりゆくんだから。そんなふうに自分は感じるんだ。うん。ね、だからこそ、なんかこう、そこに価値がない、居場所がないからといって、あの、死んでしまったり、 虚しさ、悲しさから、自分の価値を自分でもこう分かんなくなってしまう。っていうことが本当に損失だと思うんで、ね。人間は社会を作る生き物だけれども、でも、その社会はもっと大きな世界に属していて、この地球、世界、宇宙というものは、うんと、こう、バランスを保ったさ。 お互いにこう助け合う一つの巨大なシステムだよね。その中で人間が曲がりした小さなシステムを持ってるに過ぎないんだと。そして私たちの命っていうのは、体っていうのは、決して人間が作った社会の中で誕生したものではなくて、もっと大きな命の木の中、命の流れの中にあるんだと。うん。これ本当にさ、説得じゃなくて事実なんで、うん。 もう何度も聞いたような慰めの言葉に聞こえるかもしれないけど本当にさ雲を空を見上げてみたりね星空を見てみたり裸足になって芝生の上を今歩いてみるとね自分を幸せにする豊かにするもの我々は社会の恩恵を受けるし社会に尽くしていく部分はあるけれども でも、そこが変わりゆく変化していくもので、より良くするためにこそ、本当に命は命につながってないといけないんだよ。カイザルのものはカイザルに返し、神のものは神に返しなさいとあるように、そこがこう混ざってしまうと、本当にその社会にとって、次に必要な人たちなのに、疎外感、虚しさ、失われていく。 っていうサイクルが起きてしまう。ね。だから、私もあなたも生きてて、ね、社会より大きなものに包まれてるってことをさ、思い出して、深呼吸して、<laughs> 実際の深呼吸もそうだけど、そういうものを見たりさ、感じた時にさ、自分たちの仲間やさ、自分たちの命ってそっち側にまずあるよね。 それを実感してほしいなと。とっても当たり前のことなんだけど、未来においては、これはもっと当たり前のことになっていて、今って、まあ、その未来から見た現代って、もう全てが分かったような気になって、最先端なものしか見えない。と思ってるけど、本当に人間にとって、必要なこと、大切なことっていうのは、千年後でも、二千年前でも、 割らなない普遍的なものでねその中で我々は生かされてるし生きてるんだよ。人間が作り出したシステムだけじゃないもう宇宙規模の太陽と地球とね惑星規模宇宙規模のシステムの中にあらゆる生き物と共に組み込まれながら存在して生きてるんだよ。 人間社会は不平等かもしれないけど、それは人間が作った不完全ゆえの不平等であり、それを改善していくわけだけれども、そこにさ、すべてを預けるのやめようよ。ね。ましてや、命やさ、自分が生きてるっていう喜びまでさ、今流行っているテレビに預けることがないように、今ね、うん、それをやらなきゃいいだけのことだから、見つけていこうよ。 ね、そしてさ、一人でも通じれば、そこに小さな社会ができるじゃん。そのためにね、インターネットって使えたらいいよね。大きな世界と自分を相対化するため、比べるためじゃなくて、こうやって小さなつながりでもさ、こう、心が通うことによって、ちっちゃな社会ができるじゃん。一人で生きているわけじゃないからね。 そういう、こう、影響し合うためにもね、ネットっていうのを使っていけたらいいんじゃないかな。そう思います。まあね、久しぶりだったんでね、ちょっとまとまらない部分もあったけど、最後まで見てくれてどうもありがとうね。また、えー、続きは次回話すので、聞いてください。じゃあね、またね、それまで。